それでは、壇上談話会始めさせていただきたいと思います。皆さんの人柄が見えるような進行できればいいなと、個人的には思ってます。私自身ですね、アゲハチョウ研究材料として使ってると、よく昆虫のマニアなんですかっていう質問を受けるんですよ。で、残念ながら昆虫マニアではなくって、子供の頃、小学校の頃とかは、夏休みにカブトムシ取ったりとかして楽しんでましたけど、特別昆虫マニアってわけではなかったんですよ。でどちらかで言えば恐竜マニアで、虫の名前よりも恐竜の名前の方たくさん知ってると思います。で大学入った時も、ちょうど僕が高校生ぐらいの時に、裸子植物から被植物に地表面が置き換わることで恐竜が絶滅したという仮説が出始めてたので、その花の研究しようかなと思って大学入ってたぐらいで、で昆虫学の先生の講義を受けて、あ、この先生の指導を受けたいと思って昆虫学研究室に入ったって流れで今に至るっていう形なんですよ。で、アゲハチョウを使い始めたのも、生命史研究科にポスドクとして就職したときに、お前アゲハチョウを使って何か面白いことやれっていう命令が出たので、アゲハチョウだったっていう流れです。そんな感じで、皆さん今使ってらっしゃる研究材料に、そのたどり着いた流れっていうのはどんな感じだったのか、発表順に市橋先生、藤原先生、吉田先生でお答えいただければと思います。はい、僕はですね、生き物を使ってないんですけど、そうですね、だからなんで生き物を使わないような、昔生き物を使ってたんですよ。そうなんです。昔は、大学院の時薬学部でバクテリア使ってて、黄色ブドウ球菌とか、蚕とか使ってたんですよ。太古に黄色ブドウ球菌打ち込んだりしてたんですけど、ちょっとですね、あんまりに楽しくなくて、もうちょっと、なんか当時、その遺伝子を取るような研究をやってたんですね、僕がいた研究室。で、遺伝子を釣ってきて、で、なんかもう学生一人当たり遺伝子一個は割り当てられて、それを調べるっていう研究してて、でも、そうすると、なんかいい遺伝子というか、面白い機能を持つ遺伝子に当たると、こう、うまくいって、論文もよくなってて、でもなんか、他の生き物ですでに調べられている遺伝子の機能に当たっちゃったりすると、まあなんかそんなに、うまい論文もあまり評価されないみたいになって、なんかこう宝くじみたいな研究になってて、それが嫌だなと思って、で、じゃあもうちょっとこう自分で作るようなことをしよう。自分で作るんだったら、好きなものが作れるので、で、必要なものが作れるんで、それで今合成生物学的な研究をしているんですけど、そういう理由で、まあなんか生き物を使うのをやめました。ちょっと僕は全く逆でですね、大学院時代は全く生き物を扱ってなかったんですね。それで、まあ、リボソーム DNA とか、転移子とか、まあ、今ちょうどベンチャーでやっていることをやってて、逆に研究者仲間ではある程度理解していただけるんだけれど、一般の人に話しても、何が面白いんですかねみたいな反応しか出なくて、僕はその大学院終わってから、まあ、職を得るときに、次に何をしたらいいかっていうときにですね、まあ、一般の人もある程度楽しんでいただけるもの、まあ、その分子的な背景を調べたいということがありまして、で、まあ、擬態ならば他でもよかったんですけれど、まあ、やはり身近にいる昆虫で比較的擬態にこう、たどりやす、つきやすい。で、さらにまあ、発表の時にも言いましたけど、非常にたくさんの擬態があるっていうんで、まあ、アゲハチョウを扱うことにしたっていう経緯ですね。はい。はい。私は大学院の時から、まあ、植物はやっていたんですけど、もともとは、結構森林とか、生態系みたいなことをやろうかなと思っていたんですけれども、まあ、ちょっと、木の名前とか覚えるのが全然わかんないなと思って、なんかもうちょっと、スペシフィックなことをやってもいいかなと思って、まあ、その頃遺伝学が、よかった、まあ、ブームでもあったので、白いナズナで遺伝学やっていたんですけれども、白いナズナの研究が本当に、こう、もすごく、まあ、持ち上がってる頃、人が多くなってる頃で、なんか結構こう人と競争が当たるんですね。で、それが少し嫌だなと思って、で、ポスドクの時に、共生のラボにミヤコグサを使った、微生物の共生のところに行きました。で、ミヤコグサの方が、人が少ないだろうと思ったんですけれども、まあ、その頃ちょうどやっぱミヤコグサも、豆化植物黎明期で、やっぱり人が増えてきて、どうしても当たるんですね。同じ遺伝子を、になってしまうと。こうなんか人と競争しないところがいいなと思ったときに、ちょうど寄生植物の研究をやらないかというのは、私の前部の白洲さんからお話を受けまして、あ、それなら
いいねと。で、自分で刑を作ってやれば、人と競争しなくていいからいいかなと思って、今の、この刑に届いていきます。はい、皆さん、とても興味深いお話をしてくださったんですけれども、おそらくこう、様々な苦労があって、で、段階踏んで、何か気づいたっていう瞬間があって、研究の楽しさっていうのがあったと思うんですよ。で、僕は、新しい実験を構築して、その、どうやったらうまくいくんだろうっていう実験方法を工夫して改善して、プロトコールを構築していくっていう段階がすごく楽しいと思ってて、一旦プロトコールできてしまったら、あとはデータ取るためにルーティンで繰り返すだけっていうところは、正直あんま面白くないなと思ってるんですよ。で、皆さん、普段行っている研究の中で、ここが楽しいっていうところがあったら教えていただけますか？かなり自分の研究に特異的な話になるんですけど、やっぱり進化実験やってるんで、配列読んだ後に変異探してるときが一番楽しいです。そのずらーっと横にこうスクロールさせながら、メガっていうソフトを使ってるんですけど、変異があると色が変わるんで、出てくるかっていうのを実は自動的に抽出もできるんですけど、見てた方が楽しいって、ずっとこう、スクロールさせながら、来たってやってます。難しい質問ですね。まあ、自分自身が実験するっていうのは、50以降あんまりなくなったんで、まあ、大体学生とか、研究員と話をしながら進めるって多いんですけど、まあ、一番楽しいのは、全然予想しなかったことを聞いたときですかね。最初からこうじゃないかみたいな話は、まあそうかっていうだけなんですけれど、例えば今日お話した中だと、やっぱりそのゲノム配列を決めただけで、原遺伝子差が分かるっていうのは全く予想していなかったので、まあこれはすごく驚きでしたね。それからあと、そのもう一つお話したのは、擬態型を、そのダブセックスを働き止めるとどうなるのかって全く予想できなかったんですが、非擬態型になるっていうのは、もうちょっと詳しく話すと面白いと思うんですけれども、そういったやっぱり予想外のことを、まあ、自分で発見した場合もそうですけど、人から聞いたとか、学生から聞いたっていうのが、まあ、一番楽しいです。そうですね。私は大学院の頃から結構変異体のスクリーニングとかやってて、今日もちょっと最後に1枚入れようかなと思ったんですけど、時間がなくて飛ばしたんですけど、今も変異体のスクリーニングをやってたりします。なので、なんかこう、ものすごい綺麗なフェノタイプの変異体が、こう、何万とやった中に、こう、一個見つけたみたいな時は、結構楽しいですね。で、あと、まあ、そのゲノムを読んで、全く新しい遺伝子に出会った、もう全然やっぱり予想もしなかったことに出会って、なんだこの遺伝子っていう瞬間は結構楽しい。反対にですね、辛いところも聞いてみようかなと思うんですけど、僕、今日の発表の中でも、ある生き物のゲノムがバーンって読まれたら、その体が出来上がるまで、生まれるまでに関してはものすごく理解が進むんだけれども、体が出来上がった後、生まれた後、その生き物がどういうふうに生きているのかっていう障害に関しては、ゲノムからはまだまだなかなか理解できないと感じているという個人の主観をあえてお話しさせていただいたんですけれども、個人の主観として、今自分が行っている研究の限界とか、まだこれできてないなと思う部分について紹介していただけますか？まだ全然できていないのは、やっぱりですね、進化実験してるんですけど、新しい機能が生まれてなくて、で、まあ、寄生体耐性型っていう機能は出てきてるんですけど、でも、まあ、遺伝子としてはほぼ一緒で、数パーセントぐらいしか変わってないんですよね。だからもう、本当にもともとの遺伝子の機能と違うものがぜひ出てほしいと、ずっともう10年ぐらい思ってるんですけど、なかなか出ないんで、そこです。ずっと待ってます。はい。そうですね。まあ、僕自身も体感したので、研究を昆虫に関して続けるというのは、もうやらないんですけれど、辛いというよりも、やればやるほど分からないことが増えていくという印象で、辛いといえば、自分が解明できないのか、というのは辛いといえば辛いんですけれど、まあ、研究ってやっぱり、昨日の小川さんの話にもありましたけど、どこでピリオドを打つかっていうのは、分からないんですよね。で、さらにこうどんどんネタが増えていくっていうところで、
自分としてはどこまで関われるんだろうかっていうのは、まあ、僕の今の立場からすると辛いといえば辛いですね。はい、私もちょっと同じような感じで、分からないことが増えていくというのは、まあ、面白い点もあるんですけど、辛いところもあります。なんかこういい結果が出たと思って、これ面白いじゃんって思ったんだけど、よくよく考えると本当に面白いのかなみたいな、なんかここもここもここもブラックボックスで、これしか分かってない、なくて、なんかこれ何か言えるのかなと、なんかだんだん思い始めて、ブンってなるみたいなところはありますね。で、あとちょっとゲノム解析は結構辛くないですか？ゲノム読んだけど何が分かるのかが分からないっていうのは、なんかもう辛いなと思ってます。はい。同感ですね。めちゃくちゃ同感ですね。読んだ、それだけでは何もないっていう。しかもデータだけは莫大だと。目の前の景色だけは広大なのに、そこから拾えるものがないって、あの瞬間の絶望感ですよね。ですよね。こんなにお金をかけて、こんなに人をなんかかけてやったのにっていう。こんなにもわからないことだらけなのかっていう発見が辛いですよね。わかります。そうしましたら、今、藤原先生からも関われないのが残念というお話ありましたけれども、もし、他のお二人も、藤原先生のように、もうそろそろ身を引かなければいけないという年代だと仮定して、自分の、弟子とか、後輩とか、若い人たちに、こういうところやってもらえたら嬉しいな、というの何かありますか？そうですね。いや、今、くかお話しした実験の研究は RNA シンプルなところから進化させていく話なんですけど、もう一個やってて、遺伝子もっといっぱい入れて、もう全部自分で自分を作るようなものを作りたいなと思ってるんですよね。で、それが多分20年でやろうと思ってるけど、多分20年でできないんで、ですので、なんかそういうのは、誰かに引き継ぎたいなとは思ってます。で、なんでそんなの作るかっていうと、自分で増えるとですね、なんかこう生き物を使って今に依存していろいろ物とか食料とか生産してるんですけど、そういうのを生き物に依存しなくて済むようになって、そういうような世界にしたいなと思っていて、で、そういう実研究は、誰かやってほしいです。そうです。まあ、研究をやめるというわけじゃなくて、他の研究を、スタートしてるんですけど、擬態に関して言うと、残念だなと思うのは、自分の研究室で開発してきたことが、途絶えてしまうと。で、これ実は弟子も引き受けるという人いないので、実は去年、いろんな海外の学会に行って、これや使ってくれないかっていうのをいろいろ宣伝しました。ですから、おそらくアメリカとか、インドとか、ぜひ、使いたいっていう人には、すべてをもう、情報を上げてきたっていうので、自分の研究グループだけの中で完結せずに、もう少し広い、世界の中でやる人がいればいいだろうっていう気持ちであります。そうですね。結構難しい質問だなと思うんですけど、今、実際ラボにいる人とかにこれやってって言っても意外となんか自分が思った通りにはやってくれないのでなかなかその人にこれを託したいっていうのは難しいかなと思って、どちらかっていうと自分でやりたいとは思います。で、多分他の人がやったら他の切り口で他の方向性に進むと思うので、やりたいようにやればいいんじゃないかなと思います。ただその K はせっかく作ったので、やっぱりそれを引き継いでほしいっていう気持ちはあります。なるほど。それではまた反対の質問で、完全にわがままになれて、年齢も時間も予算も一切関係なく、本当にやりたいこと好きにやっていいって言われたら、どんなことやりますか？僕の場合ですね、日本にいる生き物でも何でもいいんですけど、あるどっかに住んでる生き物の完全シミュレーションやってみたいと思ってるんですよ。で、昆虫と植物の関係で今、研究を行ってるんですけど、いろんな生き物が関わり合いながら生きてるって状態になるのは、昆虫と植物だけではなくて、捕食者であったりとか、病原菌であったりとか、もっといろんなつながりやネットワークがあるはずなんですよ。で、そういう生命が生命活動を行っているっていうのをすべて完全シミュレーションできたら、スライドバーをシューって戻すみたいに過去を見て、シューッと動かして未来を見てってことができたら楽しいなと思うんですけど、絶対今の技術では不可能なんですよね。
で、多分ここのこの原因に問題があったのでこういう進化が起きたんだろうというところを見ることができたら、それ実験で証明できるというのはすごいなと思うんですよ。緑鳥の仲間で、交雑によって新しい種ができたって言われてたものを温室の中でその元になったと考えられている2種話しといたら本当に交雑で新種ができたという経験があったんですけど、ああいうことをもっと実際にできたら嬉しいなと個人的には思ってます。そんな感じで全く制限なし、何の制約もなし、自由にできるってなったらどんな研究を行いたいと思いますか。今尾崎先生のお話は、あれもう一個こうなんていう新しいこう世界を作ってそこで実際に起こすっていうことですか。それで言ってしまえばもう一個コンピューターの中に一個地球を作ってしまって、本当にお金があるんだったらもう地球のこう反対側あたりもう一個地球作ってそれをずっと見たいですね。そういうドラえもんの秘密道具があるんですよ。あれ、地球創生セットっていうんですけど、そういうのを見たいです、僕は。生命誕生から見たいと思います。そんな大きなことは私言えないんですけども、まあ、今日の擬態っていうことに関して言うと、謎が多いとしたら、そのモデルの、まあ、特徴と、それから擬態する種の間で、まあ、質問も少しありましたけれど。とも全然違うシステムを取ってるような、例えば同じ白い色をつけるにしても、物質自体が違うものを使ってるので、最終的に進化ってことを言うと、まあ、修練っていうのはいろんなところで使われてますけど、修練ってどうやってできるのかなっていうのが、まあ、私としては面白いな。こちらも難しそうだなと思うんですけど、そうですね、寄生植物の中で言うと、今の疑問は、寄生植物、結構そのエンドパラサイトみたいなのがいて、その普通の宿主の中でずっと過ごしてきて、ラフレシアとかもそうなんですけど、なんか最後に花だけボンって出るんですよね。そのなんか他の植物の中で過ごすってどういうことなんだろうっていうのを解明したいなというのは、ちょっと思っています、はい。なんか皆さん、それぞれに個性的な目標やお考えがあるというのが見えてきたかなと思うところなんですけれども、いや僕22歳の時大学院に進学した時、全然面白いとは思わなかったんですけど、統計学って多分すごく大切な学問だと思って割と勉強頑張ったと思うんですよ。でその時の自分にお前偉かったぞと今その時の知識がめちゃめちゃ生きてるぞと例えば機械学習とかああいうのも統計学の延長なので、もうあそこできちんと基礎を磨いておいたっていうのはすごい良かったぞっていう、まあ褒めるって形の反省ではあるんですけど、良かったなと思ってるところがあります。で22歳の自分に何か言ってあげてください。いやあまりそのよく考えてなかった学生なんでその場その場で適当に決めて入れてたんで、そうですね。でもまあ、そんなに考えなくても、まあ、それなりにやっていけているので、そうですね。でもずっとなんかすごい退屈してたんで、なんかしたいなと思いつつ、でもあんまり、すべきことも見つからなかったんで、で、研究始めたらすごく退屈がなくなったんで、早く研究始めろって言いたいですね。質問は22歳の何でしたっけ ?22 歳の自分に何か言ってあげる。自分にですか。僕も大体すごく成り行きで生きてきたんですよ。なんか22歳の時何かはっきりやろうとどころか、研究者になるつもりなかったんですよね。それで、まあちょうどバブルの時期だったので、銀行に行こうかどうしようか、こういろいろ考えていて、だこのまま一般社会に出て、いや、うまくやっていける自信はあったけど、まあ、ちょっとヤクザな道に入ろうかなっていう方が、僕の感じで、だから、まあ、自分自身に行ったとき、もう銀行に行かなくてよかったなっていうぐらいですかね。銀行の仕事つまらないという意味でしょうか。多分、今頃、なんかね、リストラがなんかたくさんあるから。22歳の自分に私もあんまり
強い志とかはなくですね、成り行きなんですけど、逆でちょっと一般社会に出てもきっと会社員とか勤められないんじゃないかなと思って、なんとなく大学院に進んだ口です。なので、まあ、たまにもしかして会社員に行っても私やっていけたんじゃないかなと思うことはたまにあります。そういうのもあるかなと、思うんですけど、まあ別に特に今までの選んだ道で後悔はなくて、で22歳じゃないですけど、27で、学位を取った後に、ポスドクに行ったのはすごい良かったなと、イギリスにポスドクに行ったんですけど、その時の決断はすごい良かったなと今でも思ってます。なるほど、皆さん控えめなので成り行き任せとかそんなことをおっしゃってるんですけど、その都度適切な選択をしてこられたということだと思うんですよね。なんだろう、おそらく研究を楽しんでらしたので、その頑張ったとか苦労したんだとかそういう気持ちじゃなくて、なんかこう成り行き任せでうまくいっちゃったみたいに思ってるんじゃないかなと個人的には感じました。こんなところでいかがでしょうか。それでは演者の皆さんに拍手お願いいたします。